代名詞、中二、it seems that、it happens that などの構文、練習会です。まずはね、おさらい、ティーケーズポイント、こちら、ポン。ほにゃららするように思われるが、it seems that S. V.。たまたまほにゃららするが、it happens that S. V. です。これらを使って、ね、練習を始めます。それでは、スタート。 ははい問題はこちらですズドン次の英文を日本語に訳しなさい2つ用意しました。はいというわけで今回のポイントはこの「It seems that, it happened that.、はい」ということなわけですけれどもね。 で、今回いつ、ざっとほにゃららのように思われる、中身が過去形ね。はい、誰も。真実を。知らなかった。ように。思われる。はい、このようになります。いい。注意してほしいのが、思われるのは。 現在知らなかったのは過去ということねいいですかざっとの前の時間が現在でざっとの中の時間が過去ここちゃんと丁寧に訳し分けてねはい2番「はいこれはたまたま先に訳しちゃおうか」「その時私たちはロンドンにいた」 はいたまたまその時私たちはロンドンドににいたこのようになります今回はね文全体両方とも過去形なので「いった」とすればいいですね。逆の中にこの「いってハプン」での「たまたま」となっちゃうので現在だろうと過去だろうと同じになっちゃうからね。はいということで「いってハプン」で「ザ」とこの2つを練習してみました。 はい入試レベルにチャレンジです問題はこちらバン。次の日本文に合うようにカッコ内の英語を並び替えなさい今年の夏は暑くなりそうだうん。暑くなるように思われるじゃなくもうちょっと軽くさらっとなんとかじゃねえ的な若者的に言えば It seems like こういう使い方ができるんですはい It seems like That の代わりに「Like」を置いて「ようだって軽めになってあとは普通に SV です。えーいちゅるびあいっと h ィルビ h は s s ィ m スサムはいこのようになります。It seems Like It will be hot this summer ということですじゃあポイント書き込んでおくとね、It seems that じゃなく Like だと思われるとかちょっと固くじゃなくてほにゃららのようだとちょっと軽めねでも後ろに SV くるの一緒ですはいそしてこの It がね、えー、天候気候などを表す It ということで よね、そう後ろを見れば「hot this summer」という表現から「ああ天候気候だね」っていうことが分かります。はいということでね天候気候の「イット!」と同様に「it、seems ムズ・ k e ホニャララのようだ「it、seems ムズ・ライク」「h ット」の仲間としてね「s e e m ムズ・ライク」そして it seems that,、ね「イ e ツ・イムズ・ザッね仲間として覚えておいてください。<music> はい、というわけで、今回はイスシームズえざっとそして1と8分ずつざっとこの2つだけでした。最後にね。it's teams like ということで1つ付け加えましたけど、それでも3つだけです。これ文章を読むとね。よく出てくる表現です。その時1回1回にね。あこれやったなと思い出してください。そうすると自然とね。もう自分の知識になっちゃいますからね。はい、今回もお疲れ様でした。